大きな地震が予測されるときに発表される緊急地震速報、はい、こちらが今月から変わりました。これまでは最大震度5弱以上が推定される地震の際に、はい、震度4以上が予想されるエリアが発表されていました。そこに今月からこちら長周期地震動という新たな情報が加わることになりました。これは文字通り、長い周期の揺れのことでして、特にマンションなど高い建物にいる人に関係する情報です。専門家に聞きました。長周期地震動は大きな地震で生じるゆっくりとした周期の長い揺れのことです。震源から遠く離れた地点まで伝わり、高層ビルなどを大きく長く揺らす特徴があります。地震の揺れについて研究している広島大学の三浦准教授です。こちらは長周期地震動を視覚的に捉えるための模型です。地面に見立てた板の上に重心が違う金属の板が取り付けられています。左側が高層マンション、右側は低い建物というイメージです。比較的規模の小さい地震の場合、地面は小刻みに揺れます。低い建物は大きく揺れますが、高い建物の振れ幅はそれほど大きくありません。しかし大きくゆっくり揺れる長周期地震動が発生すると、地面がゆっくり揺れるということになるので、こういうふうに揺れることになります。そうするとですね、こちらの高層の建物の方の揺れやすい周期に一致をして、こう共振という状態になるんですけど、こちらの建物が大きく揺れるということになります。気象庁によると、14階建て以上の建物は長周期地震動の影響を受けやすいということです。2011年の東日本大震災では、震源の宮城県沖からおよそ700キロ離れた大阪でも高層ビルが大きく揺れたということです。マグニチュードが大きな地震ほど長周期地震動が発生しやすいため、マグニチュード9クラスが想定される南海トラフ巨大地震では、広い範囲で長周期地震動の影響が及ぶ恐れがあります。長周期地震動の揺れは通常の震度とは別のこうした4段階の階級で示されます。今月から緊急地震速報の対象となっているのはこちらの階級3と階級4が予測される地域です。ちょっと見ていきますと、階級3というのは立っていることが困難な揺れ、そして階級の4は床を這わないと動くことができず、固定していない家具の大半が移動したり倒れたりするという揺れです。南海トラフ巨大地震では広い範囲でこの階級3から4の揺れが起こると想定されています。